中日ドラゴンズ、3連勝。うおお。最下位脱出まで、あと1日。さすが素晴らしい監督がいると違うな。来季にかなり期待が持てる。逆転 A クラスあるな。普通に強者の試合で草。やるべきことをやった勝ちはでかいな。4番が調子悪いとき、周りがカバーできとるのも素晴らしいわ。今シーズン一度も勝ててなかった。横浜2連勝ってこれやばな。A 中日に逆転がなくなったってことやで。行こう、夢の5位。いつの間にか5位と 0.5 ゲーム差まで縮まったな。ヤクルトが地味に9連敗してるで。どう考えても、ビッシュが内野に戻ってからしまったな。送球アバウトでも安心できるからな。細川も外野回って加速してるし、やっぱり守備は本職に任せるに限る。案の定、中日が上がってきたけん。